ラヌース駅、ラヌースは、アルゼンチンのブエノスアイレス州にある都市である。大ブエノスアイレス都市圏のラヌースパルティードの成長所在地であり、首都ブエノスアイレス市のすぐ南に位置している。2010年の国勢調査による市の人口は212,152人であり、パルティード全体の人口は453,500人である。鉄道は、路下線が、 ブエノスアイレスのプラサ・コンスティトシオン駅からラヌース駅を経由し、ラプラタシアへーサ方面に伸びている。工業都市であり、川のめし、工場、野菜や果物の缶詰工場の他に、化学製品、重火器、織物、製紙、比較、ゴム製品、針金、裁縫、油製品、潤滑油などの工場がある。大ブエノスアイレス都市圏最大規模の医療施設である。 エヴァペロン総合医療センターがあり、また市内にはいくつかの実業学校が立地している。スポーツクラブの CA、ラヌースが本拠地を置き、特にサッカー部門が知られている。ギジェルモガエベレールによって街の基本設計がなされ、1888年10月20日にヘネラルパス村として建設された。都市名は19世紀中頃のアルゼンチン内戦で、 幾多の戦いに勝利したホセマリアパス将軍の功績を称えており、最初に建設された通りや広場にもパス将軍の名前が使用されている。死去する1888年まで統治を所有したアナカルシスラヌースに敬意を表し、1955年に現在の使命に改名された。ありがとうございます。